夢の島公園高東区室島陸上競技場高東区室島陸上競技場は東京都高東区にある日本陸上競技連盟の第二種公認陸上競技場である。施設は高東区が所有し高等スポーツ施設運営パートナーズが指定管理者として運営管理を行っている。夢の島公園の内明治通り西側にあるスポーツ施設群の一角にある。 陸上競技場を含む一連の施設は、高東区の島総合運動場として、公園とは別に、高東区の指定管理者が、構成施設を管理している。本競技場では、陸上競技だけでなくサッカーの試合も多く開催され、JFL の佐川急便東京 SC のメインスタジアムであった。佐川の滋賀県移転後も、横川武蔵野 FC が、ホームゲームを開催している。 以前は、横浜 FC が年に数試合、J リーグディビジョン2の公式戦を開催した。2016年以降の J3 リーグでは、FC 東京 U-23 が、味の素フィールド西川岡と共にホームゲームを開催している。このほか、関東大学リーグや、女子サッカーの日テレベレーザ、スフィーダ世田谷 FC のホームゲーム会場としても、使用されている。 メイン側から見て、バックスタンド右側から左側ゴール裏にかけて、後方に JR 京葉線が通っており、カーブ及び新規バイキテ前による減速も相まって、車内からもかなりの時間にわたりグラウンドの様子が見ることができる。観客席からの俯瞰。ありがとうございます。